部のお二人をお迎えしております。どうもこんばんは。こんばんは。なんか変わった話題ありますか？変わった話題ですか？変わった話題ですよ。そうですね、変わらなくてもいいですけど、ヤング選抜に出たことぐらい。あ、何言ったんですか？なんか12月の25日に、そうなんです、渋谷公会堂でクリスマスのリサイタルバンバンであります。渋谷公会堂でしょ？ね、そうです。これは県はいつ頃から売り出しですか？もう今頃から売らな間に合わないんで必死で売ってます。そうですよね。どこ行けばありますか？プレガイド。プレガイド。プレガイドね。バンバンのクリスマスリサイタルを聞きたいなという人は、直ちにですね、もし待ってかな、プレガイドでね、行ってもらおうと思います。行っていただきたい。そうですね。思いますね。レコードの方はどうですか？レコードの方は、縁切り寺が。ああ。新曲で、まだ。次は予定はないんですか？まだ立たない。立たない。立たないっていうのは、すごく僕は傷つくんですけど。いやいや、そうですか。いや大変だったですね、いろいろと。なんか西洋部で僕の悪口を言っていただいたとか。いや、僕は悪口言うわけないじゃないですか。いやいや、言うわけないと思えば聞かないんで。あ、そう。いや、この前ね、西洋部フェスティバルの時に、みんなで縁切り寺へ行ったんです。あはは。で、源氏山あるでしょ。荒らしてきたんですよ、ね。から北鎌倉へって。北鎌倉へ。行ったんですよ。ええ。で、大体歌のイメージっていうのは、小高い丘のイメージでしょ。そうですかね。そう、佐田君に直に言いたかったんです。で、行ってみたんですよ、僕もそう思って、山ですよ、あれは。だから、源氏山ってしっかり書いてあるじゃない。源氏丘って書いてない。いや、まあ書いてあるけどね、でもあれは山っていうよりも山脈っていう方がいい。山脈、そうだな。源氏山脈をさまよい歩いたっていう、そういう雰囲気です。お、源氏山脈20日間の方向とか、そう、なんとなくあの美しいね、歌のイメージが出てこなかった。まあ、ともかくね、雑談はともかく、とりあえずライブステージ9ですから、はい、しっかりと歌を聴かせてください。はい、わかりました。それじゃあ1曲目、人生坂。人生坂の真ん中で寂しさあまり涙ぐみ、膝を抱えて座り込む、登ってきた思い出を振り返れば懐かしく、捨てきれない思い出が帰っておいでと手を振ってる。何かの弾みでこの坂を転げ落ちるうちに、靴の紐結び直して、もう少し登ろう。坂を登りきり、人はどこへ着くのかな、知らないままに登ってる。これから先の砂利道を見上げてみても、何もなく道しるべも見えないで、一人手探り歩けという。少し寄り道いいだろう、どうせ長い坂道を寄り添える、愛を探して、もう少し登ろう、もう少し登ろう。
どうも。最近こうペットを飼ってまして、決して今井のことを言ってるんじゃないですけど、鯉、どっちですか、関東弁では鯉を飼いまして、水槽に、飼いまして、毎日眺めてるんですけども、だいたい好きなもんはどんどん飼い入れる方で、鯉の迷惑を考えずに小さな水槽に9匹飼いましてひしめき合っておりまして、そのために水がかなり汚れまして、毎日その水を汲み出すのに一生懸命になってるんですけども、どうしてこの鯉を飼ったかって言いますと、こう一人で飼えると寂しいんですよね。なんか動くもんがないと、自分の姿を鏡に映してればまあ寂しさもいいんでしょうけども、どうもそれじゃ物足りないんで、鯉を飼って今一生懸命やってるんですけども、今度はできればクマかなんかを飼いたいなって、思ったりなんかして、それじゃ あ次の歌聴いていただきたいと思います。送り道
さっきあれあったでしょ、アドリブ劇場、あれな、僕はすごい嫌いな方じゃないんで、つい思わず乗りまして大声張り上げますもんですから、ああいうアートで歌うっていうのは本当にきついもんですね、今ふと思ったんですけども、それからもう一つきついっていうのは、なんとなくこの作曲者の前でその人の歌を歌うほど恥ずかしいもんはないんじゃないかという気がいたしまして あんまりこう最近上がらないようになったんですけども、今日はやたりやってやたらこう上がりたくっておりまして、リクエストでも読ませていただきたいと思います。縁切り寺にリクエストいただきまして、氏名番内さんほんまかいな、それからまぶちさんね、それから、八王子さん、違う、それ住所志垣孝子さんとか、中村香織さん、渡辺仁さん、推しは俊幸さん、他365名の方から、いただきましたけども、それじゃあその衝撃の名曲を一曲、お送りしたいと思います。縁切り寺。初めて歩いた街へ、今日のあの街は人影少なく、思い出に浸るには十分すぎて、源氏山から北鎌倉へ、あの人同じ寺の山門前で、君は突然に泣き出して、お願いここだけはよして、あなたとの糸がもし切れたなら生きてゆけない、あの日誰かに頼む一枚きりの一緒の写真納めに来ました、縁切り寺。でしょうか、一度だけ街で見かけたけれど、アジサイまではまだまだあるから、こっそりと君の名を呼ばせてください。
よく考えるとこの番組に出してもらいますのはこう初めてなんですよね。以前からこうラジオでは聞いてまして、佐田君も頑張ってるな、いつお呼びがかかるんだろう、きっと佐田君と僕のことだから一発目の番組には呼んでもらえるだろう、待ってまして、あれ一発目違ったな、いやそしたら何かの手違いで今度は呼んでもらえるだろう、かなり時間が経って、本当に呼んでもらいまして、本当に最後まで呼んでくれないんじゃないかと、思ったりなんかしてたんですけども、さっき佐田君もちょっと言ってましたけども、今度の新曲なんかの話なんですけども、本当に目処が立っておらず、でもレコーディングは来年に、今度、上がりますんで、来年になりますと LP が皆さんのお手元に届けることができるとこう思ってますので、そちらの方もよろしくお願いします。それじゃあ、もうそろそろ時間がございませんので、最後の曲いきたいと思います。愛はっていう歌聴いてください。生まれた日から人の心は明日と愛を祈って生きる、愛は真実、時は人のすべてを優しく包む。わかるかい、お前には蓑のなど脱ぎ捨てるのさ、裸になって愛を交わそう。愛は触れ合い、感じた時は悲しい涙、いつか消える。
さん、もう大変な汗でね、やっぱ暑いですか、やってると。汗っかきで、人一倍、ね。本当に大熱演でした。今日のライブステージ9は、ゲストはバンバンでした。どうも、ありがとうございました。なお、来週のゲストは、さだまさしさんとサーカスを予定していますので。